第1回梅谷を褒めちぎろう。はい、待ってましたということで、本日あのウェブチャンネルなんですけど、はい、あの僕ら93年組で付き合いも長いじゃないですか。長いよ。なんであの梅谷のいいところをいっぱい気づいたんで。そうやな、普段言わんからな。そうそうそう、だからこれを空気にいける。モテるよ。モテると思う。やばいっすよ。だから普段映ってへんところをこのチャンネルでみんなに見せることになる。モテる、モテないねや、普通に。モテてま、モテてま。多分終わってから多分えらいDM とか。コメントとかエグいよ。カトンマキ、ミドリーとかね。マキヒカの高顔のバキローの回はあれだったかんだ、ちょっと下がってるところあると思う。今回はちゃうの、ほんまに。マジなの、マジなの。マジなの、マジなの。マジなやつです。じゃあなんかありますか、なんかこうエピソードがあった。あ、じゃあ僕からいいですか。まあ、あれは、まあ、まず、とにかく優しい。おぉ、目に、目に。もう目ももちろんですけど、あれじゃないですか、ワクラ参加してた。あ、そうやん。フラマーシやな。はい、その時、結構緊張してたんですけど、梅ちゃん結構話してくれてて、めちゃくちゃ優しい人だな。あ、思いました。顔ね。顔のところね。あのね、だって1試合目の後とかも結構気にすんだみたいな、そういう声かけとかもね。で、稽古はどうやったのね。稽古はもうめちゃくちゃ出てた。えぐい言ってました。これが、あ、森安家になってた。かわいすぎ。お前だろ、お前がやっただろ。あの、お前が悪いよ、みたいな言われてんの。最終日まで言われてましたね。あれ、めちゃくちゃ可愛いじゃん。それでもやっぱ梅ちゃんのね、いやもう、優しい、ちゃんと心のリカバリーをしてくれましたね。私、唯一ね、キャプテンの時は、初勝利、ワクラユースのキャプテン、まあ、俺が点決めましたけど、勝ってますから、キャプテンのために、ああ、そういうの、俺がキャプテンしたら、負けないけど、俺、勝てない、あ、俺、勝てる、うん、全部引き分けるの。勝ちたい時にね、すごい勝ちたい時にチームを勝たせるキャプテン。うわっ、今すごいよ今。えぐい。一回出して、他なんかありますか。あるよ、あるよ、あるよ。あのね、めちゃくちゃ好きな匂いする。ああ、いい匂いするな。多分体の全身の毛穴からアルコール臭が多分出てる。爪先からとかの、もう体の至るところから酒の匂い。いや、これめっちゃいいとこで、さってなるんだけど、嫌な臭さじゃない。嫌な臭さやろ、酒の匂いは。梅ちゃんやるそう、なんか、引いてるから。いや、そう、ほんまにこれが、ほんまに、アイムとかだったら、ほんまに偉いことない。あー、うわー、アイム、え、これ大丈夫これ。いや、それで言うと、その、初、バンバンザイコラボ。ありましたね。バンバンザハウスの、いや、あの時もそうやけど、その前に一回やってんの、ヘディングテニスとか。ああ、やってんだよ。やってる時にもうペッペロやったんやけど、あのバンバンザイやし、あんま気にしてなかったからペッペロで言ったんやけど、ミューチャルなんですよ、めちゃめちゃ可愛いやん。でも俺もう今の感じと一緒やん。もうパーンって挨拶とかしたらミューチャルは最悪だ。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン。ツッコめるぐらいだもん。そうやろ、言ってくれるって。そのカメラ回ってないとこやで、撮影やるやつでガーン距離縮まる。そうやろ、撮影やりにくいやろ。いや、俺じゃない。ほんまやったらそれさって言って、中行ったら、じゃあ行ったら、初めましての時、梅田です。梅田です、すいません、お願いします。ありがとうございます。で、ここで、いや、臭くね、こう一陰で言われるより表で、くそっ、くそっ言えるっていうキャラ、すごい。いや、確かに。だから距離が、すごい親しみやすい、距離感がいい。そういうこと。初対面で、初対面やったらもう言われへんか、言われへんやろ、初対面なんか。こそこそな。そうそうそう、嫌やな、これガチなやつや、くそみたいな言われるより面と向かって言われた方が、多分見るでしょ、くれてはいけないから、頭にこけたことやめて。それが結局いいこと。ただ全身から酒が匂う。俺も1個あるっす。翔平君よく梅ちゃんかイケメンやなって言うじゃないですか。俺はイケメンだと思ってる。あれ思ってへんやろ。いやいや、本人はいじりに捉えてますけど。おかしいおかしい、それは。で、どこがやねんとかさ言ってるやん。言うよ、そら、どこがやねん思ってる。でも俺さ、最近その梅ちゃんを本当に幼少期から知る友達ね、その梅ちゃんが中3の時に今中1の本当直属の後輩、
ったら、ケント君、ケント君ってまず言われる、まあ、そこにしてちょっとかっこいいな、多分、近くケント君、ケント君、ケント君、昔はめっちゃイケメンでした。昔は、はい、昔はわー、お前、わーつけ出してない。いやいや、めっちゃイケメンや、昔はわー、お前がわーつけ出してない。で、なんかほんまに、後輩からめっちゃ人気あった。下は下られてた。へぇー、だからさ、中3と中1ってさ、この上下関係結構あるから、いやー、ありますね、関係ですもんね、怖いもんね。そう、その中で中1から人気株にいたらしい。しかも学校の中でそのちょっとなんかグループってあるじゃん、あれ、受けてるグループ、目立つグループ、一番、まあちょっとやんじゃ、まあいい意味でも悪い意味でもちょっと目立つグループにいて、イケイケそこの下っ端やから。お前さ、変な言葉いっぱいつけたしてるわ。いやいやいや、これ聞いた状態、超イケてるグループの下っ端。こいついろいろつけ足してるわ、えらいこし。後輩から聞いてんの？そうそうそう、だからほんまなんだよ。だって中学校の時の当時の話を聞いて、ほんま、うん、あ、そうなんや、昔はモテとったんやな。わーとか言ってた。いやでもかっこいいって翔一くん言ってるけど、あ、そういうのも含めてイケメンなんやなっていう。確かに、いや翔一くん今の俺の顔を見てイケメンやな、なんでやねん。でお前はその昔俺がイケメンとかかっこいい言われてる時昔わー言ってた。そっからが全部見せる。これは絶対やねん。そうは言うねん。で、でもイケてるグループのスタッフは、ね、それも突き出してるから。それがどうだ、その聞いた話によると、なんか心当たりはあるでしょ。いや、ないよ、俺そのイケてるグループでもなかったしな。悪さするグループ俺めっちゃやんちゃ。どういうことや。それ分からん、そのドールがもしかしたら下っ端か。いろんなスパイス入れすぎてるわ。そう、だからおびっくりしてる。いやでも、なんかかっこいいじゃなくて目立つっていう、だからどんなにいいことやなと思って。すごいな。僕いいですか。あ、僕一回大阪で、去年まで1年間その関西に行ったじゃないですか、うん、で僕のジムの子と梅ちゃんのお店に行ったんですよ、ご飯食べに。クリスマス行ったじゃないですか。梅ちゃんにあ、そう行ったんですよ。そう、梅ちゃんにね。そうですよ。やっぱ友達もいろいろこう緊張したりとかしてたんですけど、うん、このめちゃめちゃなんか親しく絡んでくれるんですよ、その子に。あ、フランクにね。フランクに、うん、でおかげでその子もめちゃめちゃ緊張が解けて、うん、結構話したりとかして、うん、でその後も他の店に梅ちゃんが連れて行ってくれて、暗い空気にならんように場をめちゃくちゃ盛り上げてくれるんですよ。で、みんなをこうちゃんと巻き込んで、みんなをハッピーにしてくれるんですよ、その空間めちゃめちゃよく。で、最後までほんまにその子にもめちゃくちゃ面倒見てくれるんですよ。めちゃくちゃ面倒見がいいんですよ。その僕に対してもそうですし、僕はこう何回も当てるじゃないですか、でも僕の友達にも僕と一緒なぐらい面倒見よくしてくれる。優しい人だ。めちゃめちゃいいんですよ、本当に。そこは本当にその子も感謝してました、本当に。いい話だ。いい話や。めっちゃいい話や。あのごっついチンポの絵描いてる。チンポのサインあるよ。あ、チンポのな。あのチンポの絵描いてる人、マンコカレーの店やってるから。そのカレー屋のロゴがマンコや。あ、見たことあるな。めちゃくちゃ言ってたね、めちゃくちゃ。マンコカレーの店やってる人のサインが進歩や。よいしょー、うえい、サウナ最高やな。サウナにもリフレグラ。あとなんかもうある、もうお前のやつ怖いわ一番。あ、じゃあもうなかったら。あ、全然あるやつなんだけど、どんどん。まあちょっと最近マフィカ選手がインスタのストーリーで、その梅谷をこう隠し撮りしたストーリーが上がってまして、まあそれがなんか記事を詰めてるシーンがありまして、おい、お前書いてんけこれ、書け言うたよな、書けなって言ってて、あれはなかなか言うのはむずい、あんなにはっきりと。あれは、あれは長年やってるノリの部分やで、それをマキが上げたストーリーを、まあ、自分のストーリーに上げつつも
な自分に返ってくんぞみたいなことを言うことによってそう世直しもするみたいな。ああなるほど。こういうことをしてるとそういうのしないですよと。返ってくるよっていうのを。なんか人になんかストレスぶち込むことでみんなに示すみたいな。なるほど。あれがもう普通のメッセージ。それを普通にするのがすごいですね。普通を普通にするのはむずいです。普通は普通にするよ。いや当たり前当たり前って言う人は少ないですから。時期ってお前当たり前のことやん。はい。わかるやん。まあでもできない人もいますから。そうだよ。その店員さんに対してめっちゃ名前出ない人もいるじゃないですか。そんな強くない。でしょ。でも梅ちゃんさんは敬語とかじゃないですか。めっちゃ敬語。それをできる人いつ少ないんですだから。めっちゃ敬語。そうやって。いや、まれにいますよ。今もう多分好感度エグいような見てるじゃん、多分もう。確かに。いや、何がやねん、その。あんたらおかしいな。そう、ちっちゃいすごく良かったんやけど。いや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 。あんたちょっと悪意ある。ないやいやいや。全然。イケてるグループの下っ端と酒臭い。うん。終わってるやん。やっとしたら。イケてる下っ端が酒臭い。いや、もうほんま、下がりましたわ。いやいやいや、まあまあ、続けない。まあまあまあこれを機にじゃあ梅谷選手のもっともっと見つけたもっと見つけて皆さんに発信していきたいと思います。第1回と言わず、はい、そうですね。これ一回とりあえず第1回でしたけど、言わず第2回第3回まあまあそうですね。やるかもしれないんで、もし皆さん何かあったらぜひ、いやもう言います、メモっといてください。はい、はい、え、はい、ということでリズムチャンネルの方概要欄貼ってますのでぜひ見てください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。I like green, I like 漫才, I like サッカー, 泣く子も黙るフリーパフォーマー, 梅谷三条, みんな集まれ, この指止まれ。 とりあえずイケメンやね。どう?